はい、どうも、なぎです。本日はですね、アップデで変わるサメライドの前に、ちょっとやりたいことがあるので、それをやっていきたいと思います。じゃ、ここ塗っておいて、そこだな。そこに、サメちゃんが来て、で、俺らの近くで爆発してもらおう。ここら辺で。それをイカロールで防げるのかってのをちょっとやっていきましょう。タイミング合わせるのこれ難しいよな。あ全然タイミング違った。もうちょい遅くか。ちょっとイカロールできなかった。イカロールができなかった。思い違いをしてました。サメが2匹できたから、耐えれなかったことに今気づきました。一匹ずつ避けていきたいと思います。来た。あ、耐えた、俺耐えた、耐えれた。これが、アプデ後になったら耐えれなくなるんだ。2.0 のアプデが来たんですけど、アプデ後もやってみたいと思います。なんか今、ヒュインって言ったよね。イカロールの音したよね。吸引器も、吸引器の方も、180ダメージしか入らなくて、イカロールで避けれるみたいなので、次はちょっと吸引器でやっていこうかなって思います。何？吸われる、めっちゃ吸われる。うわぁ！直撃もらった！直撃もらったんだけど。うれ。取られた。あー！ちょっと待って、下にインク塗られてなかったんだけど、今。来るぞ。うい、耐えたー。耐えた。ちょっとコツが分かってきた。味方やられちゃった。次はサメじゃなくて吸引器の方もやっていきたいと思います。ちょっと待って、そもそも当たんないとこに撃たれた。そもそも。今の届いてなかった。もう一回な。とりあえず、吸い取らせよう。ああ、やべ、ごめんなさい、ごめんなさい、ほんとごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。あ、ダメだ。せっかくイカロールできたのにダメだった。